国選手をファイナルラウンド今日残念ながら、はい、残念ながら雨降っちゃいました。はいはいはい、なんでまあコンテストはキャンセルということで。そうなんですよね。でもね、それでもで、ね、お客さんすげえいっぱい来てくれてるんですよ。はいはい、なんでですね、あのこれから間もなくトップ5のライダーによるデモンストレーションが始まります。さっきね、2回ぐらいデモンストレーションやったんですけど、さっきも超盛り上がったんで、はいはい、これから最後の最後のデモンストレーション、トップ5のライダーやばいやばいデモンストレーション見せてくれると思います。皆さん楽しみです。やばいっす。そうですね、あの誰誰ですか、誰誰なの、喋らせて。あのですね、はいはい、まずね、うん、まあ、最終戦の前にね、ちょっと今年1年を、はい、なるほど、行きましょう。なるほど、どうでしたか今年1年。まず第1戦が福島県鮫川村のオートパーク森で、オートパーク森で、はい、もちろん第1戦で大事な試合だったんですけど、それにプリプラスしてレッドブル X ファイターズ、ね、日本人予選、あれも出場権をかけたっていうのも合わさって余計。そうなんですよ、だからライダーのもうね、このオフからの気合いの入りっていうのは、はいはい、半端なかったです。いやーすごかったですよね、はい、まあそれですごい過去最高の動員とかも記録してます。いやすごかったっすよ、はい、オートパーク森、オートパーク森やばかったっすよね。オートパーク森やばかったっす、はい、はい、でまあそれで結果はあれなんですけど、ちょっとコータ君がそこでミスとかがあってちょっと4位とかでちょっと悔しかった、ね、でそれをバネに、はいはい、第2戦の函館ラウンド北海道まで行ったんですよね。北海道ラウンド、北海道ラウンド行って、いやコウタ君超頑張って、もう第一ラウンドというかもうバッキバキ乗ったんですけど、なんと途中で風が吹き始めまして、いやなんとキャンセル、風はね、もう腹立つわ本当です。キャンセルでコウタ君不完全燃焼、調子はめちゃめちゃ良かったんですよ。いやね、なんか初戦があったから、あそこからコウタがすごく良くなって、そうですよね、逆に一発目で負けちゃったから、ね、もうある意味こう今まで継続されてるというね、うん、感じで、そうですね、はい、そして第3戦、うん、藤沢スポーツランドラウンド、はい、ラウンド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 、はい、ランドいつものダイスのスーパービッグな平成のストラックでランドラウンドで、まあ第2戦、第2戦はそういう形でキャンセルだったんですけど、はいはい、まあ、第1戦、第2戦ともにナイス優勝、はい、そしてシンク2位、はいはい、ゴンタク2位、全く同じ大台だったんですよ。なりました、なりました。ということで、で、さあ、これがどうなる、さあ、クイムラコータの逆襲はと、いうことで、この瀬戸大橋に決まってきました、スラムパーク、瀬戸ラウンドにやってきたんですが、雨ですよ。ねえ、神様は意地悪です。まあでもね、お客様にもデモンストレーションに切り替えて、はい、すごく楽しんでいただいてると思うんで、コービック的にはちょっと残念でしたけど、イベント的にはすごく楽しんで。いやー、今回のね、このスラムパークがすごくね、はい、もう海外みたいでいいんすよ。いや、最高ちょっと。あと画面もすごい。あとね、ちょっとこれ切り替わってコースで行った。まあでもね、はい。なんか今のまま、素晴らしいなと思って、ね、イエスこれね、みんなこれは知ってたって言ってる人、別にこっちからお願いするわけでも何でもないですよ、皆さん、もう皆さんがもうほんまにこう飛ぼうやろうっていうね、あれだけですよ、ほんと。いやすごい、ほんと最後出ませんけども、いやほんとですね、地元の方のご協力もあり、あり、はい、昨日なんか瀬戸市の方限定で予選見てもらったりとか、すごかったですよね、地域密着型でがっつりやってます。来年はぜひもっといろんな場所で地域密着型のことをやっていきたいと思います。来年もね、スーパーエキサイティングなゴービック、この流れでいくとやばいですよ、すごいんで、ぜひぜひ期待して来年も一緒にフリースタイルモトクロス楽しんでください。どうでしょう、いやあ、あっちもあっちもあった。ということで、カイさん、来年もよろしくお願いしちゃってもいいんですか。来年もまあまあ、こっちやっていきましょうか。あ、やっていきましょう、ね、まあまあ、ここのリベンジももちろんあるだろうし、はいはい、オフカウントのリベンジもあるだろうし、ナイトのサーカスもあるし、わおわおわお、次のバスで探しも作んなきゃいけないし、しゃー、忙しいぜ。相変わらずフュールメディアさん、あまり
に忙しすぎてパンク状態になってますか。ポップコーン、ポップコーン、今これ撮ってる人がポップコーンなんですよ。乗っかってる、やばい、乗っかってる、はい、ちょっとね、最近僕ジェラってる、怖いよそういうことで、コミック2015シリーズもこれでね、やらせてね、来年コミック2015も皆さんよろしくお願いします。お疲れした、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 優しいっしょ、最後は。海外から見た日本の FMX はやっぱりなんか団結力がすごいですよね。なんか一つっていう感じです。結構海外ってやっぱり2つグループとか3つグループとか結構分かれて、まあでっかいっていうのもあるんですけど、まあ日本はみんなが一団となって楽しそうに乗ってるのが一番、まあ全世界のライダーから見てもそういうイメージがついてていい感じですね。まあやっぱこれも英語くんの人柄っていうのが思いますね。